はやべんです。今日は11月の5日弘前公園来てます。先週の前半来た時には全然紅葉してなくてね、本来だとちょうど今がいい時期なんだろうけど、雨が降って結構落ちちゃってきてるようなね状況ですけど、ちょっとね、公園内も行ってみようと思います。こういうのも結構葉っぱが落ちてる感じですね。もうすぐで入り口に着く感じかな。まあ、木によってねかなり色づきが違いますね。入り口のところですね。こういうね、松を合わせていろいろ作られてますね、入り口にね。でこちらの門はね、今改修中みたいですね。さて、入り口入りましたね。ちょっとね、奥の方まで歩いていきましょう。先週の頭に来た時はね、こういうもの骨組みしかなかったけどね、作られてますね。さて、検温したので行こうと思いますね。入って早々はいきなり綺麗。下までこういう形でね。すごいな。先週頭は全然この辺色づいてなかったからね。おお。これはいいね。すごい、クモ立派だね。いや、こんな作るの初めてかもしれない。変わった菊もあるね。なんだこういうのもあんだ。
スザクのリンゴ、あ、ちょっと芸術作品みたいになってんだ。さて楽しんでまいりました、弘前城のね紅葉とさ、菊の祭りですね。ここが、出口のゲートのようですね。まあ、いろいろね観光客のために飾り付けも必要にされててね良かったですね。でやっぱりね観光に強いね町ではあるのでね、ようやくこうね、客足も戻ってきて本来のね弘前の、秋というのがね見れたのかなと思います。多分まだまだね、お客さんは少ないんだと思いますけれどもね、また来年とかもね日中とか来れればなというふうに思いますね。まあ今回は終わりかけでしたけどね、まあちょっとねこう暗くてライティングされてるからそういうところは目立たなかったところもあったのかなって気がしなくもないです。ですけどね楽しめましたね、良かったです。アベンでした。ご視聴ありがとうございました。